それからこの、新法の中で最初にお話した中でこういうことを書きました。特に心の働きに際して生ずるさまざまな制約とその制約を逆手に取った豊かな日常活動との関連について多重治療理論などを参考しながら検討すると、こんなことを書きましたけど、この部分の説明なんですが、先ほどのこの多重治療理論ですね、7つのそのモジュールがあるという話をしましたけども、そのモジュールごとにですね、何かこう制約があることによって私たちの思考が発展したり、それが技術につながったりすることがあるんじゃないかということで、例えば言語的知能ではですね、定型詞のようなもの、例えば日本の俳句だとか和歌ですね、こういったものは文字制限があることによって、ずっと連綿とですね、もう、古代からですね、平安以前から、あるいは江戸時代以降からでもいいですけども、まあ、いろんなですね、言語芸術というものが、やる文芸というものが発展してきた。制約を作ることによってですね、逆に豊かなものができている。あるいは、まあ、一番言いたいことはここですけど、将棋のようなものってルールは非常にシンプルですね。使っている駒も、9×9 の、 マス目の板とですね、20枚の駒にしか過ぎないわけで、まあ、そういったものだけでですね、江戸時代から連綿とやっていて、まあ、コンピューターには負ける時代になりましたけれども、まだまだその、必勝の手といいますかね、こうやったら絶対勝てるというような手順というのは見つかっていないわけですね。あるいは、詰将棋のようなものもですね、いくらでもこう、まあ、似たような作品になるかもしれなくても、また新たなものがですね、出来上がっていくという、まあ、そういう要素を持っている。音楽だって基本的には7音階なり、まあ、沖縄の5音階もあるかもしれませんけど、そういったですね、非常に少ない要素で構成される芸術というものがあるし、例えばスポーツの世界だと、まあ、サッカーで手を使わないというのが、まあ、絶対的なルールになってるわけですけど、まあ、手を使い始めてラグビーができたわけでしょうけど、まあ、手を使わないとルール一つでもってですね、そのルールのある種の特徴という、ゲームの特徴といいますか、そのゲームの性格というものができてくるし、相撲の土俵だってですね、土俵の大きさって決まってますけど、土俵の大きさちょっと変えるだけでまた勝てる人が変わってきたりするかもしれませんね。まあ、そういったものが制約というものを生み出す豊かさだと。空間的知能の例としては、例えばイスラム芸術というのは偶像崇拝否定であるから人物を描いてはいけない、まあ、そのことによって抽象的なですね、アラベスクなアラブ風というんですけど、要するに、抽象的なですね、タイル字のようなですね、そういう芸術が発展したと。自己理解、自己理解というのは、これ一生懸命、普通ここ生きるって書く人が多いんですけど、もともとに今一つの場所に命をかけるわけですね。だからこの道一筋でもういろんなこと考えずに自分はこれだけやるっていうふうにですね、決めることによって、まあ、これはスペシャリストの話かもしれませんけども、その人のですね、発達を促進するかもしれないし、他者理解にしてもですね、大勢の人とですね、まあ、なんて言うんでしょうか、浅い関係を持つこともいいかもしれないけど、少ない人と深い関係を持つということもですね、一つの、まあ、人を制約することによってその関係を深めていくようなこともできるかもしれない、まあ、そういったことが制約を逆手に取った豊かさだということの意味です。白豚伝説の2つ目です。高校3年の時にですね、初めて一人で英語の本が読めました。これはジョージ・オーウェルのアニマルファームと比較的薄いペンギンブックスなんですね。で、まあ、ジョージ・オーウェルはイギリスの作家でですね、動物農場という本はちょうど第二次大戦が終わった翌々日、まあ、日本にとってですね、翌々日に刊行された本ですけども、豚が主人公でですね、豚のナポレオンたちがですね、農場主が飲んだくれてですね、その自分たちの餌をですね、十分に起こさないというので反乱を起こす。で、牛や犬やですね、馬も加勢してですね、農場主を追い出して理想の国を作ろうとするわけですけど、やがて、豚たちがですね、その政権の中枢にですね、いて、まあ、反対する人たちを追い出していくという、そういう話ですね。アフェアリテールという副題がついている場合もあるんですけど、まあ、大人の、何でしょうか、おとぎ話ということになってますけども、これはまあもちろんこの時代ということでですね、まあ、東西冷戦のもうすでにスタートが始まっていて、まあ、スターリニズムに対する批判というのが起こってくる時代になるわけですけども、まあ、そういった時に読んだ本なんですね。で、有名な言葉が All animals are equal, but some animals are more equal than others。 全ての動物は平等なんだけど、ある動物はもっと平等だというですね、 More equal というのが非常に、まあ、面白いというか、言葉の矛盾、形容矛盾の一つなんですけども、まあ、そういうことをオーエルは非常に巧みにですね、表現している。で、まあ、豚が主人公の物語ということで、まあ、白豚伝説の2つ目ということでご紹介します。で、まあ、オーエルという作家は私は大変関心がありましてですね、
1984とか他の小説もまあ読んだんですけども、まあ、特にこのオーウェルはですね、スペインの内戦にですね、参加して、そして反政府軍の方なんですけどね、参加して、そして、敵からも味方からも攻撃されるというですね、あの目に遭うわけですね。まあ、それであの全体主義に対する批判ということを強めるわけですけども、まあ、そういったあのいろんな、スペインの内戦のですね、小説とか あるいは本なんかもこの高校の時は一生懸命読んだことがあります。で、まあ、高校のですね、2年生ぐらいになると進路を考えなくちゃいけない。兄がですね、1年浪人してですね、まあ、浪人生活ってのはなかなか大変だなということを目の当たりにですね、見たので、なんとかこう浪人せずにですね、過ごしたいなというふうに思い出したのが高校2年生ぐらいの時ですね。で、最初は私文系なので、まあ、法学に進んで司法試験を受ける道はどうだろうと思ってですね、新法会っていうのは中央大学のですね、そういうあの司法試験を受ける人たちのための、まあ、集まりなんですけど、今ちょっと分からないですけど、ね、昔雑誌を出していましてね、でそういう雑誌を何号か買って読んでるとですね、大体書いてあることは苦節何年十何年という話なんですね。だから20歳の後半で受かったとか30何歳で受かったとかって、そんな話ばっかり書いてあってですね、もうこれはダメだと、もうこれはダメということですぐにやめました。で、そうこうしているうちにですね、北森雄という人の小説に出会ったんですね。北森雄というのは当時はあのユーモア作家ということですね、あのドクトルマンボウシリーズというですね、まあ、あのユーモア小説を書いてたんですけど、まあ、もちろん片方には当然あの、深刻なあのシリアスな小説もありまして、この2つですね、こちらは短編ですし、これはまあ芥川賞を取ったあのものなんですけども、どんな人かというと、斉藤無吉さん実は子供なんですが、まあ、お父さんもあの精神科医だし、自分もですね、あの精神科医師になるわけですけども、まあ、昆虫少年と育ってですね、で、まあ、その、松本高校に進んだりですね、そして、まあ、小説の世界に入りたいと、お父さんは有名な歌人でもあるわけですから、お父さんの道は歩みたいと思ったら、いや、そんなものをあの小説家なんか食えないから、まず医者になれというので、いやいや医学部に行ってですね、で、まあ、少しあの安定したところで小説を書き始めるわけです。で、幽霊というのはまあ彼の自伝的な小説のようなものですね。お父さんとお母さん非常に仲が悪かったんですね。斉藤茂吉とあの夫人は非常に仲が悪くてですね、お父さんが、まあ、あの浮気をしたりする話を、まあ、あの、どういうかな、後年、まあ、小説にしたりするわけですけれども、まあ、そういったですね、あの仲の悪い夫婦の中で自分自身の、まあ、関心ですね、物事に対する関心だとか昆虫に対する関心だとか、そういったことをですね、まあ、幼児期から青年期にかけてですね、自伝的につづったのがこの幽霊という小説ですし、夜と霧の隅でっていうのはですね、夜と霧というのはあのフランクルに夜と霧というですね、有名なあのアウシュビッツの体験のですね、本がありますけども、これは実は日本語の題が夜と霧となっているだけで、現代は全然別なんですね。夜と霧ってそもそも意味は、まあ、ナチスがですね、いろんな人をですね、治安上処分せよというですね、そういう命令を出したので、精神病者に対してもですね、あのいわゆる安楽死をさせろという、そういう命令を出す、まあ、それに対して精神科医たちがですね、いかに抵抗しながらですね、その、まあ、命令を緩和していくかという苦闘の物語ですね。それがあの夜と霧の隅でっていう小説なんですけども、まあ、政治的なあのスタンスは別に特にないんですけども、まあ、こういったことを読むにつけてですね、心の問題というか心理学的な問題っていうのがですね、まあ、大変あの、面白いテーマだということに気がつきまして、まあ、そこからあの心理学の入門書を随分たくさん読みました。で、心理学というのは高校では学ばない領域なので、やっぱりこう目新しさっていうのがあるし、いろいろ調べてみると、まあ、実験器具なんかもたくさんこう書いてあってですね、ああこれはかなり、まあ、理系的な要素もあるのかなというような感じもしましてですね、まあ、あの根っから純文系なんですけども、まあ、理系、兄は理系なのでね、まあ、理系的なあの要素っていうのに対しても、まあ、それなりに関心はありましたということで、まあ、心理学面白そうだと、でじゃあどうしたらいいかというので調べたところ、まあ、京大の教育学部では心理学を教えてくれるようだということですね。で、まあ、文学部はかなりあの基礎的な心理学なんだけど、教育学部は少し、幅広くですね、やってるようだというようなこと、まあ、当時まだあの河合隼先生おられませんし、あの臨床心理学が看板ではなかったんですけども、まあ、あの京大の教育学部に来たいというふうに思った次第です。